つもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、島村でお買い物してきましたっていうかもう着てるんですけどはい、何着てんのって話ですよね。さあ何を着てるでしょうかはい、お見せしますじゃーん、なんだこれ、デニムサロペ LL シーズンリーズンのです。ちなみに2420円が1650円になって値下げされてました。サイズ LL なんですけど、 LL でよかったか、 LL がよかったかもしれない。てかこれいいのって大人なんだけどいいのっていう感じ。いやでもこれ大人のサロペットなのかな。値下げされてるってことは売れないのかな、わかんないけど、サイズは L と LL が売れていつ行ってもあったのでね、いやどうしようどうしようと思って買っちゃったでさっきまであのね、ニットすっごいもう分厚いニットにちょっと試着してみようと思って来たんですよ。そしたら、なんかきついっていうか、なんかあれみたいな、イメージと違うくないみたいな感じだったんで、まあまあまずニットというかね、メンズ用のね、ニットだから脱ごうと思って脱いでこれまあぶっちゃけ下着っちゃ下着なんだけどでこれに合わせて着てみたのっていうか、そのまま脱いでニット脱いでこれに合わせたところ、合わせたっていうか自動的にこれに合わさっちゃったんだけど、そうするとすっきり着れたの見た目がもちろんこの腰回りとかそういうとこもね、いいの。これが正しいかどうかわかんないよ、だけどね、まあまあこんな感じ、ゆったりなったの。ニットを着てたときはね、もうこの辺もモコモコしてね、ゴワゴワでね、あこれ間違い、もしかして間違ったって思ったのだけどね、今はねこのなんかこうお料理教室のあの先生が着るみたいな、こういうぴったりめの T シャツとかに合わせると、あいいんだなっていうのをね、ニット脱いでね発見したの。でもここの結び方がよく分からなくてね、適当なの今のところ。そうで最近よくサロペットとかをね、出かけた先で見てたんだけど、持っているからあのオーバーオール、あのなんていうのかな、作業着みたいなの、まあでもなかなかね、こう肩が凝るというか重いから、ちょっと調子のいい夏とかじゃないと T シャツとかに合わせてそれぐらいしか着ない感じなんだけど、今はちょっと寝てるの、そのオーバーオールは。だけどこの大人のみたいな感じの、思い切ってね、値下げもされてたからね、ずっと気になったからね買ってきたの。そうしたらね、なんと全然軽いの、ここも私肩こりひどいじゃないですか。からね、このパンツがね重かったらどうしようって思ったんですけど、全然重くないんですよ。しかもちょっと下まで見れないけど、足元もちょうど短くなくて、まあ、ここでね結び目でここでね調節は多分できるんでしょうけど、今のところの様子はこんな感じで、ただね私着る時ね、お腹周りとかがねゆるっとしてるの嫌いだからね、中にガードルみたいなのとかきちっとしたの入って、ウエストとかをこれ以上あの食べ過ぎないようにして着、はい、ようかなって思ったんだけど、、この黒いっていうかぴったりした、何トップスに合うんだなっていうのと、まだもちろんやってないけど、ブラウスのこうちょっとひらひらしたのとかそういうのに合わせてみようかなって思いましたはい。ということでこの色ね、インディゴ、もっとこの辺がすごいドボーンとしてるのかなって、 LL サイズだからって思ったけど、なんていうか大人な感じ、です、もうちょっと着方研究します、こんな感じですね。ここねチャックとかも壊れないことを祈ります。
あ、でも可愛いです。なんかすごくね、行くたんびに本当にね、まだある、まだあるって思ってて躊躇してたの。もうこんな、でも2着で3000円ぐらいだから、これ例えばね、GU とかでも着でそれぐらいするじゃないですか。それでも考えたら、これはもしかしてお買い得かもしれないって。もし失敗したら失敗したで、なんとかしようって思ったんですよ。ちょっとこれ、今日はこんな髪型だけど、まあね、もういろんなベレー帽とかで、これから春に向けてね、いいかななんて、ちょっと思っちゃいました。それでですね、島村なんですけどね、島村で買ってきました。それでね、もちろんです。はい、じゃーん。どちらへも買っておきました。こちらはね、色はね、きなりですね。はい、シーズンリーズ、同じです。同じ LL サイズです。ちょっと、こんな感じ。形が同じだから同じだと思うんですけど、後ろもこんな感じで、釣りズボンこちらもね、同じくね、値下げされてたんですよ。こんな感じよ。どうして値下げされてるんだろう。ちょっと履いてみるね。ちょっと待っててね。少々お持ちを。一緒。かなり紐が上の方に縛られてて、お尻イテテテテテになっちゃって、テテ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 
ね、肩紐はね、緩い方がいいね。今ね、絶賛肩紐直し中。こういうのってトイレめんどくさいんだよね。トイレがめんどくさい。もうそういうこと言ってたら、こういうパンツ履けないから。うわぁ、どうなんだろう。どうなんだろう。ちょっと透けるかな。透ける問題は置いといて。かわいい。じゃじゃーん。どうでしょう。これも正しいとは言えない。わからないけど、このままこれね、なんか店員さんこういう風にしてあったから、多分ちょっと付け方がわかんないから後で研究しておきます。これ楽だな、ずれたりしないから。これなんかここの金具に通してなんかうまいことやって、もうこう なんていうのずれてきたりとかしませんか。私がわからないだけかな。ただもうこれでいいのかもしれない。こうなんかね、こういう縛り方、うん、これでいいかも。なんかバレエの先生みたいなここちょっとごめんなさい。いいの、私の視聴者さんはほぼほぼ女性なのでお許しください。はい、こんな感じです、はい、LL サイズ。お腹がね、最近出てきてるから、やっぱ L より LL かなと思って買って正解でした。これもしかして L とかだったら、もうちょっとこの腰回りがピチッとして、こういうなんか私のイメージ、サロペットっていうか、こういう釣りズボンはゆるっとしてる方がいい、私好きなんですよ。ダルーンみたいな、ゆるダルーンみたいな、ナチュラルテイストみたいな。で、思ったのが今日は、これは
うん、そうだな。ボーダーとかね、ボーダー無印のボーダー T シャツとかねに合わせて着ても可愛いかななんて思ったりしてでしょちょっと冒険したけど、ちょっとこれ中の下着類、黒なら上から黒で統一しちゃって見えないような感じとか、透けてもいいような感じにしても良さそうですね、うん、裾、うん、ここで結んでるとこれね、ここウエストでここちょっとやっぱりなんか女性らしいライン、ダボーンじゃなくてここでちょっとヒュッと入ってるから、これがシーズンリーズンなんでしょうね。それでちょうどくるぶしよりも下で少しなんだろうね、足の甲につく感じの丈感です。ここで縛ってるとね、多分これ以上とか上げちゃったら中ツンツク点になってみたり、その人それぞれな丈感はあると思うんだけど、これを緩くしてもね腰のところで下がらなくなるから、ここら辺はもうやっぱこの辺がもしかしたらあとなんかこう、うん、脅威胸のあれにもよるけどね、難しいとこだけど、あんまり上げちゃったら子供っぽいようなこんなもんかななんて思いますはい、ということで、島村でですねシーズンリーズさんのねサロペットですね、2つ2着ですね、はい、はい、2着で3300円のお買い物をしてきました。はい、値下げをしてたから買ってきたんですけど、よかったかもしれない。いや今後ね春に向けていい感じで夏でも使えそうです様子見ながら着ていこうと思います。石ちゃんにならないようにはい、ということで、皆さんも気になもしねこの作品じゃない商品がね気になってる方がいらっしゃったら、参考になるかと思うとちょっとあれですけど、 LL サイズですね、164cm、 最近私は体重が56-7kg 近くあるんですけど、ウエストのサイズもそうだな64ぐらいだったかな、うん、それでこんな感じです。ということで、何か参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、はい、久しぶりの島村でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。